何の話するってでしたっけ。はい。どうにかあの舵切りをして映画の話に持っていきましょうか。映画の話したいな。結構被ってるのが多いじゃないですか。だからもうネットフリックス一本でいいかなと思って自分は。サラ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 っていう音するっていいな。お世話になっております市民の後輩です。はい、いいですね。今日はもうフリートークでザックバランに。そうですね、はい、コメントも寄せられているので。おかしランドさん、はい、漫才のように見た目動き話が総合的に必要なのかもしれません、うん、話し方の今は話ですね、うん、そうですね、確かにそうだ、まあ、動きも、うん、動きはまだ無意識になってしまってますね、はいはいはい、意識して何かができたらなって思うんですけど、やっぱ動きはあの手振りとか、うん、うん、手振りとかあった方がいいって言いますよ、伝わるってね、はい、高野さん、山内さん真面目になればなるほど面白くなるかと考えます、うん、というと、はい、でもどうかな、ま、真面目になる前にチラッと受けたいはあるんですよね。どうしてもね、はい、何欲求なんですかね、その受けたい欲求が。これだからラジオじゃなければってことですよね。うん、やっぱ一つハードルが上がる。なんだろう、でも僕は、まあ、政治家じゃないですか、はいはいはい、逆に政治家のイメージを壊したいんですよ、人前で喋るときって。あ、そういうポジションでいくか、うん、なので、なんだろう、でもそれがラジオの場合にみんなが受けるっていうか、まあ、トークが軽快っていう風に思われるキャラクターから別のキャラクターにやったときに、それがまた、まあ、受けるっていうのは笑いの受けるじゃなくて、うんうん、その皆さんの印象としてヒットするかどうかっていうのはまたあれですね、難しいかもしれないですね。別っすよね、多分、うん、だから議員さんが、うん、議員職をぶち壊すっていうのは、うん、みんなに受けるじゃん、ちゃんとヒットするじゃないですか。そうそうそう、うん、だけどあのラジオでおしゃべり上手だよね、うん、多分からの、うん、いやこの人しゃべらんし、なんか真面目だし、何も受けんしみたいなのはマイナスですもん。マイナスだあるし、ただ何も、うん、マイナスだったらまだいいじゃないですか、印象に残るから。はい、何も残らないみたいな。はい、要するに話自体は僕多分下手ではないです。はい、ただ分かった、引っかかりがない、引っかかりを作れない、うん、だからギャグっぽく言ってもさらっていくから、うん、自分で笑うのも嫌だな。だからこれは逆じゃないよみたいに見せるんですよ。多分ね、山内さん、うん、普通の格好をしてるじゃないですか。はいはい、はい、でそれでラジオの人ってなると、はい、やっぱ喋るうまいんだろうなって思うんだよ、はい、っていうイメージを与えるんですけど、はい、もう奇抜な格好してるんですか。ラジオって声を届けるし映像はないのになんでこんな格好してるんだろうって思わすような、うん、でやったら、いや実はトークが苦手でなのでそれをカバーするためにビジュアルでいってますみたいな。それがみんな期待しないでねっていう、それ面白いね。はい、ラジオなのに落ち姿見えないはずなのに、はいはい、そこにもうめっちゃトーク苦手だから、はい、ちょっとビジュアルでめっちゃここに力入れてますね。はい、はい、という感じですね、はい、さあ、まあまあいろいろと来てるんですが、うんうん、ちょっとやっぱね、はい、話したいあれが、りょうさん最近、うん、映画を見た。はいはい、何の映画。まあいろいろ見てるんですけど。そうなの。はい、最近ちょっと面白かったなと思ったのが、うん、まあネットフリックスで見たんですけど、日本の映画でマンホールっていう映画があって、マンホールの中に、まあ、結婚式前夜の新郎が、うん、まあ身内にお祝いをされて、はい、その帰りに意識を失って、うん、目が覚めたらマンホールの中っていう映画なんですよ、うん、そのマンホールから脱出するっていう、うん、まあ、映画ではあったんですけど、日本映画です。
結構サスペンスというか、なぜこのマンホールに落ちたのかとか、はい、でどんなって助かるのか、うん、で自分の現在位置がわからないみたいな、でスマホは持ってるけど、はいはい、どういう風に助けを求めるかみたいな感じのものだったんですけど、うん、これ何が面白いかって言ったら、はい、制作費がほぼかかってないなと思ったんですよ。あ、だってカメラの場所が、はいはいはい、ほぼほぼマンホールの中でしか映ってないんですよね、シチュエーションが。だからなんだろう、ダイハードとかワイルドスピードみたいな、はいはいはい、あんなめちゃくちゃお金かかるような撮影はしてないなっていうのが、これだけで、このカットだけで、要はこの場面だけで人間み、うん、あの引きつけられるんだと思ったんですよ。でそれ見た時に、昔のあのヒッチコックの映画の裏窓っていう映画があって、はいはいはい、裏窓もなんかこう足を怪我した人がずっとこうやることないんで暇なので、うん、あの窓から向かい側のマンションのあれを、まあ、望遠鏡でずっと見ているっていうだけの映画なんですけど、はいはいはい、そこで殺人事件が起きてしまうんですよ。でそれを殺人事件の目撃者になってしまって、うん、で、まあ、この殺人、この犯人が覗いていることに気づいて、こう遺体を処理している気づいて、この人のところにやってくるとドキドキする映画なんですけど、はいはい、このカットも、うん、全部この窓からの望遠鏡で見える映像と、はいはい、その見ているその本人が映ってる、うんうん、だからこの2つのカットしかないんですよ、はいはい、でヒッチコックの映画も結構これでドキドキする映画だったので、うん、このマンホールを見た時にヒッチコックの裏窓を思い出したっていう、あ、まあ影響受けてるでしょうね、はい、カメラはカメラを止めるな、まあ、いくつかの角度ありますよ。あ、分かります。カメラを止めるな、どんなのでしたっけ。ね、ゾンビ映画なんだけど。あ、じゃあ見てないな。ただ、はい、面白いですよ。これもぜひ見てほしい。制作費全然かかってなくて、でも大ヒットしたんですよ。へぇ。すごい。うんうん、あのもう本当にこれは、あれです。トリックがすごい。だからそれに近いのかなと思って今思い出したんですけど。ちょっと忘れてるので LINE で送ってください。そのタイトル。カメラを止めるみたいでしたね。カメラを止める。はい、あとでいいですよ。今番組中に送っても、ね、で僕がおすすめしたいのが、実は最近見てるんで、うん、まあ、これドラマなんですよ、はい、アマゾンのオリジナルドラマ、うん、アマプラの、ああの沈黙の艦隊って知ってます？わかりますよ。漫画見てた。川口海上ですよね。そうそうそう、わ、うんうん、かります。あれのドラマかな。お、あ、ドラマなってるんですか。あれドラマなってるんですよ。あれの漫画も見たし、うん、アニメも、アニメは途中じゃなかったかな。アニメやったんだ。アニメやってないか。漫画で見たんだ。あの漫画面白くなかったっすっちゃ。原子力潜水艦の方を乗っ取って、そうそうそう、一つの国だっていうやつ。面白かったです。面白かったでしょ、はい、あれがね、よく描かれてた。すごいスケールで。これ日本のドラマではやっぱ、あのアマゾンのお金注いでるから、おすごいっすよ。あで、やっぱ面白いストーリー、あれは自分も漫画で見てるときに、うん、最初過激なやつだなと思ったんですけど、うんうん、なんだろう、この思想思考、うんうん、っていうのが、うん、理解できなくもないみたいな感じになっていくんですよね。そうそう、だからあれって多分ね、今昔読んでました。昔読んでましたでしょ、はい、この今議員になってから読んでました。あれそういうのが出てきますよ。議員になる前だな、確かに。でしょ、読んでるの。議員になってからだったらまたちょっと見方変わるかも、まあ、漫画でもいいので。でも結構顔と近い字って、うん、あるじゃないですか、あの高派の感じで、あのなんて言うんですか、この空母いぶきとかも、うんうん、まあ、そうなんですけど、なんかそういう感じ の、うんうん、あの作品が多いじゃないですか。あと何でしたっけ、ジパングとか。はいはいはい、まあ、ジパングは途中で諦めたんですけど、うん、僕もジパングは見てる。ただそのやっぱりね、一部アンパとかもいろいろ出てくるから、うん、やっぱ面白かったです。なんか一つ一石を投じるような作品ですよね、うん、で本当に最低とか最悪のシナリオが起きたパターンを、うん、なんか具現化してるような作品ですよね。そう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 。でもちろん日本政府とかがこんなかっこいい対応できないだろうなと思うんですよ、うん、だけどやっぱ政治家に求められてるのってそこだよっていう、うんのがあるので、うんうん、ぜひ見てほしい。そうですね、見方が変わるかもしれないです。変わる。はい、さあ、まゆゆくん、はい、りょうくん、山ちゃん、こんにちは、うん、友達の結婚式での、うん、普通ならつまんない、うん、大品挨拶、うん、
4人の方が続けての挨拶、うん、さてさてこの方々どんな挨拶をするのだろうか、うん、楽しみにしていたところ、うん、結婚式は話す内容が決まっているので、うん、最後の方がみんなと被らないか心配してます、うん、してましたが、うん、アドリブが入り一番最高でした。おお、なるほど。途中読んでるときにこれなんか謎謎に入ってくるんかなと思って、来賓挨拶4人の方が続けての挨拶って何あ、誰だと思います。へえ、なんだろう、知ってる人なのかな。ねえ、知ってる人かもしれない。おお、誰ですか、誰だろう誰だと思いますよね。なかなか当てれないよ僕一回あの結婚式の挨拶、はい、まあ、僕の挨拶じゃなかったんですけど、うん、めっちゃ緊張してる友人が、はい、友人代表の挨拶を受けてて、うんうん、でもう行く前からテーブルの横でもずっとこれ開いて読んでるの、ぶつぶつやってるんですよ。で、緊張してきたって、ね、これを置いてトイレに行ったんですよね、うん、でトイレに行ってる間にちょっといたずらしてやろうと思って、はい、この手紙を、うん、原稿を、うん、あの僕のポケットの中に入れたんですよ、はいはいはい、で本人はもう片付けたもんだと思ってて、うんうん、一回座って、で司会の方に次あの新郎の友人代表挨拶ですって言われて、うん、もう向こう行ってはないってなってるんですよで、こっちから見てたらめっちゃ面白い、うん、守りのこの同級生も、めっちゃウケるなってやってたら、びっくりしたのが、もう一枚出てきました。やばマジ2枚持ってましたから。なんちゅう人だ。すごい。逆にある意味すごい。すごいっすよね。大物っぽい。なんで2つ持ってたのって言ったら、うん、手汗とかそういうので、にじんで読めなくなった場合とか、なんかその、何かのトラブルがあった時のために、もう一つ持ってた。やば。すげえなーと思って。逆にすごくないですかね。危機対応能力が、そう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 、すごいですね。マヨムさんから答えが返ってこないという、だからよ答えが返ってくるまでの間のつなぎで喋ってたつもりだったんですけどね、結構なつなぎましたけどね、はい、ってことは僕と山内さんが知ってる方なのかもしれないですね。岩さんが知ってるかもしれない、ね、あ、なるほど、議員さん系かもしれない。おお、アドリブ入りが一番最高でした。なんだろうな、僕が友人代表やった時にですね、うん、もう僕は読むのは苦手だったので、はい、逆にもう俺は読まないと、うん、で頭の中で組みつけてたんですよ、はい、こいつとの思い出行って、はいはいはい、まあ恋愛の話して、こいつは誰々が好きだった、うん、でも今の奥さんと出会ってみたいな話で、はいはい、オチを作って終わろうかなと思って、はい、うん、あの場行ったら全部ポンって白くなってやばかったですね。人がデジパイル、はい、その前に行って若かったんですよ、20代前半の、はい、ああなるほど、パッて見たら人いっぱいいるし、うん、ポンって頭抜けて、はい、で新婦の名前も間違うみたいな最悪でしたね本当にビビった。あれはそれはそれで面白いんじゃないですかそういうのを多分求めてるはずなのでそうかな、そうじゃないですかね周りはね、でもやっぱ親族からしたら、なるほど、素敵な挨拶を、はい、親族からしたら、ま、新郎もどんなこと言ってくれるんだろうって期待してますからね。名前が違うのはダメだろうみたいな感じじゃないかな。ああ、嫌でしたはい、また来ないというまだ来ないですね、はい、マユイさんも普通に披露宴に戻ってるかもしれないですね。そうね、結婚式に参加してますね。中野さんからもね、ちゃんとコメント来てるのに、はい、まだ帰ってこれ。僕なんか誰か一人でも言わない限りは答えを言わないシステムですからね、これはひょっとすると本当ですね僕も一回この友人代表挨拶で、はいはいはい、あの同じ、まあ、僕兄弟3人の三男末っ子なんですよ、うん、でその友人も新郎の友人も3人兄弟の三男末っ子だったんですよね、はい、ちょっと昔の話を出して、うん、まあ、僕たちはこんな共通点がありますと、うん、兄貴の部屋のエロ本で、あの僕たちは成長してきましたとお互いみたいなことを言ったから、はいはいはい、もうこの新郎がめっちゃ焦ってるんですよ、顔が。ニーニータは笑ってるんですけど、うん、こいつはみたいな、多分兄貴の部屋のエロ本を読んでたっていうのを言ってないんですよね、はいはいはい、兄貴たちに大人になっても言ってなかったんでしょうね。でも中学時代にはこんな話をしてて、うん、また兄貴の部屋にもあるぜみたいな話をしてたから、それを僕が出したもんだから、はいはいはい、めっちゃ焦ってたけど、でも向こうのお母さんにも最後ありがとうね、いい挨拶だったっていうのは、最後は締めるところは締めたんで、いいね、はい、それ言われなかったよねタミス、はい、自分も友人代表挨拶の時、
人の顔見たら緊張するのに、目が、ね、外していったら、メモ書きが見えなくなって真っ白になる。もう、メガネ外していったんですね。ねえ。せめて持ってた方が良かったかもしれないですね。でもね、見えない。確かに、人の顔見たら、ね、緊張しますから。まあ、ない。じゃあ、正面は見、高本さん。はい。正面は見えないけ ど、下側が見えるメガネがある。あの、あれじゃないですか、老眼のやつってそうですよね。なんか、下の方が、その、うん、そうそう、あの、老眼用になってるんですよね、たぶん。で、正面見るのが近視用なのかな、わかんないですけど。あ、わかんない。わかんないですけど。近視で老眼ってそうなんですかね。あ、来た。ごめんごめん、仕事中。宮崎さん、佐喜真さん、松川さん、植地さん。あ、なるほど。前議長ですね、じゃあラスト。あ、じゃあラストの植地さんがアドリブかましたんだ、うん。はい。大議士、前市長、現職市長、前議長ですね。へへ、すごい。失礼ながら私的には意外でびっくりでした。さすが元議長。メンメンタル、話うまい方の後だから大変だったと思ったのですが、うん、宮崎さんより先には挨拶できないんだろうな。でもね、このメンツだったらこんな順番になりますか。あー、どうだろう、順番僕あんま関係か考えないんですけど、はいはい、でもあの安井さんの挨拶はすごいです。植地安井さんの。あの、面白そうだけど、はい。プライベートはめちゃくちゃ気さくなんですよ。はいはい。で、全然怒ったりもしないし、なんかこう、優しく教えてくれるというか、あるんですけど、さっき言った覇王色。はいはい。議場に行った時、マイクに行った時の覇王色ってすごいです。何を発言するんだろうっていう。もう、まあ、わかる。安井さんのことを知ってる人だったら、うん、この人がマイクを持つと楽しみで仕方ないんですよ。何言うか。なんだろうっていうのが出てくるので、ああ、まあでもそうですね。でもこの面々に挨拶してもらえる人ったらもう議員ぐらいしかないですよね。小池さんじゃないこれ結構でしょ。か、小池さん。誰？小池さん。ほら、牧師こうちゃん。あ？今日？あ、じゃあ今日じゃない、あの、この前、あ、前の話ですか、そうそうそう、これ。ああ、小石さん、いたけどな、と思って。あ、僕も、この披露宴参加してるんで。ああ、どうですか、この挨拶。覚えてないっていうこっちゃ。覚えてないっすね。っていうこっちゃ。はい。申し訳ないな、覚えてないっていう。はい。あ、なるほど、過去、僕、今日、まゆみさんが結婚式行ってて、なのかなと思ってました。コメントが。あ、そうなんですね。しこちゃんの挨拶はやっぱ爆発ですよ。喋、りは。爆発だと思いますし。でも、山内さんもやっぱこのラジオでやってて、こう、間を嫌うっていう、あるじゃないですか。はいはいはい、って言ったので、やっぱどんどん、こう、何かパッと次何喋らなきゃっていうのって、単語一本出してその後つなげてできるんじゃないですか。あ、まあまあ確かに。ですよね。こういうので、爆発でやり慣れてないと出てこないはずですし。確かに。これでもラジオやってよかったなって思うのは、僕はやっぱり映像をやってるときはディレクターで、裏側だった。絶対人前で喋るの嫌だ。苦手だった。はいはい。で、社長になったときに、まあ、飲み会とかで急になんか何十人いるのか、はい、お前社長なんか挨拶してるみたいな言われるじゃないですか、はい、それが苦手すぎて、うん、でラジオやったんですよ、一人で。その僕は番組出るつもりはなかった、はいはいはい、そっからやっぱ慣れていきました。おラジオってやっぱいいなと思って、慣れる慣れ、喋ることに慣れますね。慣れます慣れます、うん、だって今日も全く何もないお題が何もない中でどうするかってなってるけど、まあなんだかんだ喋っちゃうっていうのも、やっぱ喋る機会が多いからだろうな。多分これで僕が全くやったことのない人で来ててだったら、多分どうつなごうとかってどう話を振ろうとかになっていくじゃないですか。山内さんですね。ってなってくると辛くなってくるじゃないですか。めっちゃ辛いですよ。そういう人いるからやっぱ。はい。あの受けの状態の人。受けの人。で、はいそうですねって言って終わるとかになってくると。
ただその人の番組なんですよ。ああ、パーソナリティなんですね。そう。なのに受けの人はやっぱちょっと辛いですよ。ああ。次喋りたくて仕方ないタイプの人だったら全然 OK です。そう、全然。なんか。わかるな。だからこんなフリートークでやっぱ回せるとかっていうのはなかなか、うん、多くはないですよ、ね。まあ、なんていうのかな。ラジオやってる人では、一応は大体それなんですけど。はい。でも、本当にフリートークがじゃあ1時間できるかですから、なかなか。そうですね、これでコメントなんかが来なかったりしたときはもう完全フリーで回さないといけない。コメントが来たらまあそれをちょっと拾ってこんな話をしたりとかっていう、まあ新しいお題が来るっていうような感じではあるんですけどね。りょうさんとだったら多分いけるはずなんですよね。まあ、今回もほら、じゃあまあ話さなかったけど3月2回の話、はいはい、そうですね、話してないや、そういえば映画の話、みたいなふわっとだけ決めて、じゃあ来ました。はい、話してなかった挨拶の話が急に来て、そうですね、喋り方の話になりましたけど、でも意外とそれが盛り上がって何の話してんだろうなって途中で思ったんですけどね、最後まで行って。でもこれがやっぱり皆さんのね、興味もあったし、はい、多分それでもこう多分これ普遍的なものかもしれないものかもしれないですね。だからみんなに付き添われるし、話もつながるしみたいな、ね、挨拶が上手くなりたいとかで、いくら本読んでもやっぱダメっすよ。あ、バカず、はい、もう何やってても恥かいてでもあの喋り続ける、人前で喋り続けることです。確かに、はい、これね、皆さん、石川ちゃん、人生楽しんでる人の言葉を聞いてくれて、山口さんですね、いい皆さん僕を思い出してくれたらいいと思う。ラジオやってるのに人前で喋ったら全く受けないという人がいるから、ね、それを考えたら全然 OK じゃないですか。滑っても何しても、ね、はいはいはい、滑っても何しても、そう、まあ、そうなんです。受けようと思うからダメなんですよね。受けを狙いに行った時ほど滑った時にショックを受けて立ち直れなくなりますから、その後が喋れなくなるんですよ、だからもう受けは狙わない。あのなんかその時の空気感でこれ言ってパッと出てくる、反射的に出てくる時に、両者うまいよ。でも受けは、どうだろう。JC の会長やって、はい、なんか変わりました、挨拶の仕方とか。それは関係ない。でも JC の理事長をやってから挨拶する機会はまたさらに増えたの で、はい、でしょ、やっぱ伝え方ですよね、伝える力っていうのはめっちゃ考えました。人の喋りは喋り方とはやっぱ違うでしょ。あ、違います。代表の質問と、はい、その辺なんか意識してたんですか。どうだろう。議会でやってる時は、議場でやってる時って市民に分かりやすいかつ、相手を説得させる、で議論なので、これいいよねあれいいよねだからやってよじゃなくて、全ての出口を塞いでいって自分の前にしか出口を作らない。で、出てきたところ、はいはいはい、こっちこっちこっちっていう、イメージ的なそうなんですよ。はいはい、でも、理事長やって、まあ、会員の皆さんに話しするときは、はい、何か、この時の何月に話してた又吉理事長のあの挨拶が覚えている、一言だけでも。っていうふうに残せるような挨拶ができないかなっていうのを考えてました。はいはいはい。で、全部 JC には繋げていくんですけど、まあ、自分の身に起きた、今回起きたことをみんなで共有したいっていうのをやって、でもそれって JC 活動とこうつながるよねっていうような話をしていくっていう感じですね。なるほど。高野さん、感動を与えたりすることも受けるだと考えます。わかる。それも難しいね。前さん、そう、りょうくんもいたよ。で、もう一人のりょうちんが司会でした。あ、そうでしたね、確か。吉村りょうくん。その時、この会場がテロに占拠されたら宜野湾市やばいよねと隣の人と話したのを覚えています、うん、隣の人は知念元教育長オールスターだね。そうですね、あの行政機能も議会機能もストップしますからね。はい、今日は、こんなにね、楽しく喋りました ね、はい、あの次の放送はまたゲストさんもう、はい、OK です、 OK ですというか、今日のお昼12時頃にあの下でカレンであの小籠包を食べてた人がなんかこういきなりアップしてきて、又吉亮にラジオ呼ばれないから小籠包を食べてるみたいな。いや3時間後に来るって言ったけど、でも
こっちだからビーストだから、うんうん、次にやろうねっていう。あ、はい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 、っていうことでゲスト今日も12時に来ました。なるほど。はい。ですね、次からね多分エースターになると思います。あ、わかりました、はい。よろしくお願いします。はい。じゃあまた再来週ですね、皆さんお会いしましょう。はい、私はもう少しガシガシ寄って帰ります。お、マジ、はい、ありがとうございます。10分かもしれないですよ。はい、はい、じゃあ皆さんありがとうございます。さようなら。It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard